はい、こんにちは、こんばんは、よろしく、ちゃみちゃです。じゃあ早速夏の彼方続きからやっていきますか。始めると、はい、じゃあ次の物語進めるか。あの子なんて名前なんだろう。この声が聞こえる？聞こえるんだよね。そのスマホを通して私の声が点々、一度何でもいいから返事をしてほしい。点々、はいにするか。はい。点々、ありがとう。聞こえるよ、あなたの声。点々、そうか。あなたは本当に今そこにいるんだ。点々、点々、そうだね。説明するよ。私には説明がいらないけど、君たちには説明しないといけない。私はいつか説明しないといけないのは、そう。だから、どうして私には説明がいらないのかってこと。はいはい。どうぞどうぞ、説明してください。最初に声を聞いたのは半年とちょっと前。朝目が覚めたら声が聞こえた。一人暮らしの小さな部屋なのに、すぐそばで誰かが話してるみたいに声が聞こえたんだ。二度寝して目を覚ましても外に出ても声は止まなかった。誰もいないのに声だけが聞こえる。その日からずっと誰かの声が聞こえてた。起きている間はずっと声は私に話しかけてるんじゃなくて、独り言とか別の誰かと話してる声とか電話してるみたいな声とか、壁の薄いアパートで隣の人の声が聞こえてるみたいな、そんな感じ。いつも同じ人の声だった。女の人の声。向こうの声は私に聞こえるけど、私の声が向こうに届いてるわけじゃなかった。この声は届けられない。私は一方的に聞いてるだけ。その人だって私に話しかけてるわけじゃない。聞かれてるなんて思ってもない。だから会話はしてない。でも何日も聞いてるとなんとなくいろいろ分かってくる。その人の暮らしとか住んでるところのこととか、どんな部屋にいてどんな家族がいるのかとか、どんな世界に生きてるのかとか、ってて、ずっと遠いところにいるんだと思った。その人はずっと遠くのこの世界じゃないどこかにいるんだって。そう、私には一方的に声だけが聞こえてたんだ。君が、夏野がそのスマホであなたの声を聞いてるみたいに。どういうこと？主人公が夏野ちゃんに喋りかけている声が聞こえてたってこと？けどしばらくして声はいきなり聞こえなくなった。何ヶ月もずっと聞こえてた声が急に止んだ。それがちょうど1ヶ月前。少しの間何も聞こえなかった。世の中は慌ただしかったけど、私にとっては静かな毎日だった。静かすぎて不気味なくらいだった。てて。でも、あの日また声が聞こえるようになった。けどそれは今までの声とは別の人の声で、あの女の人じゃなくて、そう、それがあなた。スマホの向こうのあなたの声だった。ってて、うん、今でも聞こえてる。そのスマホのスピーカーの音じゃなくて、私にはあなたの声が直接聞こえてる。耳元で話されてるみたいに、すぐそばにいるみたいに。エピソード8-1、聞こえてくる声。声が聞こえる、耳元で話されているみたいに。半年前からいつかには声が聞こえていた。聞こえるはずのない声。そこにいない、どこか遠くにいる女の人の声。あ、夏野ちゃんの声が聞こえてたってことか。声の主が誰なのかわからない。でも長い間じっと聞いている中で彼女なりに分かったことがあったようだった。聞こえていたのは誰の声で、どうして彼女の耳に届いているのだろう。あ、夏野ちゃんの声かわかんないのか、この女の人の声ってのは。はい、じゃあ次進めるか。はい。全然この世界の謎が分かんないや。それって
私と同じ…てんてん。そう、夏のと同じで、私の体にも君たちが言う変容が起きている。体がおかしくなってる。半年前から私の体はそうだった。言っても誰も信じてくれなかったし、一方的に聞こえるだけだから、このことをスマホの向こうのあなたや、あの女の人に伝えることはできなかったけど、世の中がパンデミックで騒ぎになる前から、私はこうだった。あ、そうなんだ。てんてん。何？ううん。なんていうか、別にいいんだけど、それってつまり、私の話してたことも今まで全部聞こえてたってことだよね。あ、はぁ、今理解した。時系列的には、夏のちゃんと主人公がスマホで話す前から誰かの声が聞こえてたんだね、この子、いつかちゃん。で、その後に声が聞こえなくなってから、主人公と夏のちゃんが会話してた声が聞こえてたってことか。なんか変なこと言ってなかったかなって思って、私に聞こえるのはスマホの向こうのあなたの声だけで、夏野の声は聞こえてない。ああ、そうなんだ。私が夏野のことを知ってるのは聞こえる声が誰かと話しているのが分かって、どうもそれがこの世界の誰かで、その人が夏野って呼ばれてるって話を聞いてて分かったから。だから君の声は今日初めて聞いた。そうなんだ。じゃああなたはいつかはどうしてここに？どうしてって？今までずっと理由もわかんないまま一方的に聞こえてた声が誰かと話をしてるっぽくて、しかもその人はこの世界のどこかにいるっぽくて、そうなったらその人探すでしょ。てんてん。まあそっか。それに、いやー、てんてん。それより私も聞きたいことがある。あなたの声が聞こえるようになる前、最初に聞こえてた女の人の声、あれは、てて、あれは多分スマホの向こうのあなたの祖母の声だよね。おばあちゃんもこの世界の存在知ってたんだ。いつかは名前を言った。かつて声を聞いていた女性の名前。彼女はその人と直接話ができるわけではない。だからその声も彼女が直接尋ねたものではなくて、喋り声から聞き取ったもの。でもきっと間違いないだろうといつかは言った。そしてそれは確かに祖母の名前だった。1年前に亡くなった祖母。このコンピューターの元々の持ち主。いつかは祖母の声を聞いていた。祖母が亡くなる前、もう60年も前、まだこのコンピューターが物置にしまわれる前に。なるほど。エピソード 8-2、 祖母の声。半年前突然聞こえるようになった声。いつかが聞いていたその声は祖母の声だった。1年前に亡くなった祖母。このコンピューターの元々の持ち主。いつかは声を聞いて何を知ったのだろう。もう祖母は亡くなってしまってここにはいない。でもいつかは何か知ってるのかもしれない。そう、何を知ってるのか気になるよね。じゃあ話聞くか。あなたの祖母の声に間違いないと思う。私の体の変容はきっと夏野と似たようなもので、でもスマホを通さずに声が直接聞こえる。そしてその代わり、私の声はあなたのコンピューターに届かない。じゃあいつかは私の体が変容するより前からそのコンピューターと通信してたってこと？そう。けど私の聞いてた声はおばあさんって感じじゃなかった。私より年下か年上だとしてもちょっとだけってくらいの若い女の人の声だった。ん？でもいつかがその声を聞いてたのは半年前で。そう、私にとっては半年前だけど、つい先日君たちが体験したように、私たちとスマホの向こうのあなたとでは時間の進み方が違う。てんてん。そっか、確かに。
少なくともこうして話している間は同じように時間が進んでいるようだけれど、通信がつながっていない時間はそうじゃない。おそらく向こうのあなたの世界の方が早く時間が進む。あなたの祖母の声が聞こえていた時もそうだった。聞こえる声から想像することしかできなかったけど、明らかに私にとっての時間の進みとは違った。私は一晩寝て起きただけなのに、聞こえる声の方はもう1週間以上経ってるみたいなことはザラだった。時間の進み方が違う。本当何が起こってんだろう。私たちの世界とあなたの世界、何が同じで何が違うんだろう。違うことばっかりだと思うけど、でも時間の他にもう一つ明らかに違うって言えることがある。パンデミックのこと？それもそうだけど、そうじゃない。何？これはあくまで私の個人的な想像で、かつて聞こえていたあなたの祖母の声からなんとなく感じ取ったことで、だからただの印象以上のことは言えない。でも私は確信してる。それと同時にどういった言葉で言ったらいいのか今でも悩んでる。あるのは印象だけで感覚的なものでしかない。けどあえて言葉にするなら、私たちとあなたたちとでは寂しさについてあまりにも違う。どういうことだろう。寂しさ。その言葉を聞いたとき息が止まった。ずっと彼女が言ったのと同じことを感じていた。自分と彼女はきっと同じことを感じている。だからこれはただの偶然ではない、勘違いではない。自分と彼女たちとではあまりにも違っている。この心が感じる寂しさについて、自分や祖母、この現実の世界で生きる人々は、夏野やいつかが寂しさと呼ぶものを多分知らない。エピソード 8-3 寂しさ。いつかは頭の中に響く声を、祖母の声を聞いて疑問に思った。この声の主は何かがおかしい、自分たちと違う。やがてそれが寂しさなのだと彼女は気づく。寂しさ、彼女の言う通りだと思った。自分や祖母は彼女たちの感じているような寂しさを多分知らない。寂しいってどういうことなの。孤独とかに近い感情を持ってる寂しさとか、なんか途方も知れない、何も救われないみたいな、こう、いやまあでも体験してないか分かんないよな。まあでも全然世界が違うってことは分かったけど、じゃあ夏のちゃんたちがいる世界でなんでそういうことが起こってんのかとか分かんないからさ、まだどうなるんだろう。はい、進めるか。いや、もっといつかちゃんの話聞きたいよね。いつかちゃんならなんかこの世界の秘密を握ってそうな気するけどね。それって寂しいって思わないってこと？いやー、寂しさを感じないわけではないと思う。寂しさという言葉は通じるし意味も伝わってるけど、あなたやあなたの祖母が感じる寂しさは私たちの感じる寂しさとは違う。私たちが感じてるのよりずっと気薄で小さな感覚なんだと思う。寂しさを感じにくい。そうだね。夏野はこの人と二人で話をすることが多かったから気づかなかったかもしれない。でも半年前、あの人の声を一方的に聞いてることしかできなかった私は、あの人があの人の世界の別の誰かと話をしているのを聞くことも多かった。それで聞いてるうちに違和感を感じるようになった。話していることが私の感覚とうまく噛み合わないことがある。
知識とか世の中の状況とかそういうところではなくて、何かもっと根本的なところで、あなたたちと私たちとでは何か根本的に違う。ものの考え方とか感じ方が違う。まあでもね、こういうパンデミックでサバイバルみたいな世界で生きてる人とのほほんと生きてる、普通に生きてれば、大きい事故とかね、テロとかない限り普通に生きてられる世界だったら全然危機感とかも違うだろうしな。それ変わるだろうね。そう思えて、それがきっと寂しさなんだって気づいた。声を一方的に聞いてるだけでもわかるくらい、あなたたちは寂しさを知らない。てんてん。そうなんだ。てんてん。そう言われても正直私はあんまりピンとこない。あなたと私そんなに違うかな。だって寂しいって全然思ってないわけじゃないんでしょ。今だって普通に、てんてん、てんてん。まあそうだね、寂しさの感じ方なんか人それぞれだし、私と謎のだって同じように感じてはないだろうし、ないだろうと思う。でも私たちとスマホの向こうのあなたはやっぱり違う。全然違う。てんてん。例えばあなたは祖母が何人いる？一人じゃないの？ほんのわずかな時間だけれど、答えるまでに時間が必要だった。思い出すために。もちろん指折り数えなければいけないほどいるわけもない。祖母で家族なのだからそんなにたくさんはいない。でも一瞬だけ思い出すための時間が必要だった。今何人だっただろうかと。そして答えた。祖母が何人いるのか。去年の冬、気を紛らわせるために遠出した旅先で一人、気の合う人と出会ったから、今は、全部で7人だった。意味わかんない。どういうこと、どういうことですか？7 人？祖母7人？祖母は7人いる。最初に祖母ができたのはまだ小さな頃。それから少しずつ増えていって7人。同じ国に住んでいる祖母もいれば、遠くの国に引っ越してしまって、めったに会えない祖母もいる。亡くなってしまったのが2人。だから今会って話ができる祖母は5人。どういうこと？血のつながった家族はいない。中には血のつながった肉親と家族になる人もいるけれど、大抵の人はそうではない。生まれた後、子供は多くの人の手で育てられる。生まれた場所の社会によって育てられる。その頃は普通、誰とも家族にならない。皆が育ての親ではあるけれど、誰も法的な家族ではない。分別がつくようになって、お互いのことを理解し合えるようになって、やっと家族になれる。互いが望んで書類を提出すれば、それで家族になる。そういう世界なんだ。年が近ければ兄や姉、弟や妹に、離れていれば父や母に、もっと離れていれば祖父や祖母に。じゃあ年上と付き合ったらそれは何？どういうこと？父や母と付き合ってるってことになるってこと？結婚できないってこと？どういういや全くわかんない。どういう世界観なんだろうこれ。そうやって気の合う相手と家族になる。結婚という方法で夫や妻になることもできるけれど、家族になるのはそれよりももっと手軽な方法。ああなるほどね。家族は共に支え合って生きていくための仕組み。この社会の中で子供は大人に育てられ、老いれば子供に面倒を見てもらう。血縁にこだわった古い家族は生まれるより何十年も前に消えてなくなった。そうなんだ。自分で家族選べるんだ、すごいね。だってあまりにも非効率だから。その方が効率がいいから、たくさんの人と家族になる。人が一人で生きるのは厳しいから、家族を、社会を作る。一緒に生きるのは決して寂しいからではなく、寂しいなんて理由で一緒にいたいと思うことなんてない。
そう。だから自分や祖母、この現実世界の人々と彼女たちとではあまりにも違う。あー、完全になんかもう価値観が違うんじゃない？寂しさとかっていうよりも。エピソード8の4、家族。祖母は7人いる。家族というのは法の上での取り決めであって血縁のことではない。自分で決めた人と家族になる。でもそれは寂しいからではない。人は一人で生きていくのに不向きで、家族を作る。だってその方が効率的だからすごいね、効率的だから家族作りますって。近未来な価値観だね。進めるか。私たちとあなたたちとでは感じてる寂しさが全然違う。それは気持ちだけじゃなくて、多分世の中のいろんなとこに現れていて、例えばコンピューターとかそういうもののありようがいい例だと思う。あなたの世界ではネットワークは情報を素早く手に入れる手段でしかない。そうでしょ？私たちの世界にはネットワークを介したコミュニティがある。確かにネットは何かを調べたりする便利な方法だけど、私たちにとってはそれ以前に誰かとコミュニケーションを取る方法になってる。電話をしたり、チャットをしたり、写真を撮ってアップロードしたり、日記を書いて公開したり、それを見て返事を書いたり、四六時中ネットを介してつながっているけど、あなたの世界はそうじゃない。電話もチャットもあるだろうけど、連絡を取り合う方法ってだけで、用事もないのにおしゃべりしたり、誰かの日記を読んだりするものじゃない。で、ね、もしかしたら違うのは寂しさだけ、それだけなのかもしれない。でもその差が世の中を大きく変えている。うん。でも若い子とか普通になんかネットでチャットとかいろいろ喋ったりするけどね。そういうのではないってこと？分かんないね。ちょっと家族だったり技術だったり、私たちの世界はあまりにも違う。価値観が全く違うんだね。じゃあ確かに電話もあるし、チャットツールもある。連絡を取ろうと思えばすぐに取ることができる。でもそれは要件があったから電話をしたりチャットするのであって、要件がなければ家族とだって話をしたりしない。日記をネットワーク上に公開する人もいるけれど、とても一般的な行為とは言えない。他人の日記を好き好んで読んだり、四六時中誰かと話をするためにネットを使うなんて今まで考えたこともなかった。あるいは技術に注目するなら、もう一つ分かりやすい例がある。なんだろう。天国のこと。夜空に浮かぶ月にある天国。あ、本当にあるのかな。あそこには死んだ人がいる。死んだ人が生き続けている。例え話とかじゃないの。コンピューターの中の仮想世界の住人として。おうおう、仮想世界があんの。あら。仮想世界はコンピューターの中に生み出される仮想の宇宙。宇宙そのものを計算機の中に作り出す方法。仮想世界はコンピューターの中にあるけれど、宇宙そのもの。今私たちが生きているこの宇宙がコンピューター上の仮想世界ではないと証明できないくらいに。疑似的な計算であるところのシミュレーションとは全く違う。仮想世界は原子の一粒一粒から無限の広がりがある宇宙をコンピューターの上の天にも満たない空間に作り出してしまう。へえ。コンピューターを使ってここではないどこかに別の宇宙を生み出す方法といった方が想像しやすいかもしれない。とにかくそういう仮想世界がこの世界の至るところで生み出されている。その仮想世界を最も多く生み出しているのが天国。月面に
築かれた施設の中で無数の仮想世界が今も動いている。へえ。あそこの主人公がいる世界線の人たちは仮想世界っていう、もう世界すらも作り出してしまう技術があるんだ。それぞれの仮想世界はほんの少しずつ違うと言われている。その中にはこの世界と全く同じ姿をしたものもあるだろうし、全然違うものもある。もしかしたらあり得たかもしれない無数の可能性が計算され続けている。へえ、パラレルワールドってこと？だから天国にはいろんな人がいる。この世界で生きてる人も、この世界には生まれなかった人も、そしてこの世界ではもう死んでしまった人。だから人はあれを天国と呼んでいる。ここで死んでしまった人が今も生きているかもしれない場所という意味を込めて。けれど天国は死んだ人と会うためにあるわけではない。親しい人が亡くなるのは悲しいことだけれど、その悲しさのために天国が作られたのではない。そもそもコンピューター上の仮想世界は中を覗くことができない。え、そうなんだ。何のためにあるんだろう。じゃあその仮想世界の中で生きている人と話をしたり、暮らしている景色を見ることはできない。中を覗こうと穴を開ければ仮想世界は消滅する。あ、観測することはできない世界なんだよね。え、なんで作ってるんだろう。じゃあそれが針で続いたくらいの穴であっても、難解な計算と理論を組み上げていった末にそこに宇宙があると分かっているだけで、仮想世界の内側から情報を取り出すことは絶対にできない。仮想世界の中にいる人と話をすることはできない。空想上の天国がそうである。はい、エピソード8の5、仮想世界。月にある天国には死んだ人が暮らしているとよく言うけれど、本当は少し違う。天国にはいくつもの世界があって、そのどこかではこの世界ではすでに死んでしまった人がまだ生きているかもしれない。死んでしまった人がまだ生きているかもしれないところという意味を込めて天国と呼んでいる。月にある天国には無数のコンピューターがあって、数えきれないほどの仮想世界が動いている。はい。あー、進めるか。え、じゃあ夏のちゃんたちはその仮想世界にいる人の一人ってことかな。私たちの世界とスマホの向こうのあなたの世界が全然違うってことは分かった。家族の意味が違う。私たちの世界の月に天国なんてない。それは分かったけど、でも、それって私たちにとって大事なこと？そうだよね。私たちの違いではあるかもしれないけど、でも別にパンデミックのこととか、こうやってスマホがつながってることとか、いつかにあなたの声が聞こえるってこととは関係ないよね。私はその違いこそが、私たちの寂しさこそが全部のきっかけなんじゃないかと思ってる。きっかけ？全部私に声が聞こえるようになったのも、夏野のスマホがつながったのも、このパンデミックだって全部私たちがこの苦しいくらいの寂しさを感じるようになったのが全ての最初に起こったことなんだと思う。そんなに寂しいのかな。多分スマホの向こうのあなたが寂しさを感じないことがおかしいんじゃない。私たちにはそれが奇妙なことに思えるけど、私たちと同じように寂しさを感じないって想像もできないけど、でもそうじゃない。おかしいのは多分私たちの方。私たちが寂しさを感じすぎてる。
尋常なくらい寂しいって思ってる。全然。それが私たちがこの強すぎる寂しさを感じるようになったのが全部の始まりなんだ。パンデミックはいきなり起こったわけじゃない。この強烈な寂しさを感じ始めた頃からこの世界の人々はもうおかしくなってた。私たちはいつ頃からか強い寂しさに蝕まれていて、誰かを探してる。誰かに会いたいってずっと思ってる。それが寂しいって気持ちの源。私たちはみんなずっと前から誰かを探してるんだ。これは誰かの仮想世界ってことなのかな。その寂しさがいろんなものを作るきっかけになった。いつでも誰かとつながっていられるスマホ、遠い宇宙に誰かを探しに行くためのロケット。私たちの世界はどうしようもない寂しさを埋めるためのもので溢れている。みんなが寂しさにとらわれている。誰かとつながりたい、話していたい、そんな気持ちで溢れている。そしてその先にこのパンデミックがある。誰もが寂しさを感じてる。誰もが誰かを探し求めてる。それが人々の体を変容させた。私たちは誰からか呼びかけられたんじゃない。私たちの方から、私たちが自分から誰かを探しに行こうとしてるんだ。あなたたちは気づいてなかったかもしれないけど、感染者は誰かとつながりを作るために変容してる。携帯端末もアンテナもラジオも花だって全部誰かを見つけたり、誰かに見つけてもらうためにある。なるほどね。そしてだから私はあなたたちの声を聞いた。だから夏のはあなたの世界とつながった。外の世界と。なるほどね。なんでそんな寂しいんだろうね。誰探してんだろうね。外の世界？それってどういう？でて。この世界の外。私たちはこの世界の外につながるため、こんな寂しさを抱えてる。この世界の外につながるっていう目的があるんだ。そう。あなたは、スマホの向こうのあなたは、この世界の外にいる。てて。私たちのいるこの世界は、コンピュータの中の仮想の世界。エピソード8、コンピュータの中の世界、なんでコンピューターの中の世界があんなになんか世紀末みたいな世界なんだろうね。エピソード8の6、外の世界。寂しさが全ての原因なのだといつかは言った。スマホはいつでも誰かと話をするため、ロケットはこの宇宙の彼方に人類以外の誰かを見つけるため。彼女たちの世界はいつの間にか寂しさに支配されている。誰かを探し求めているんだと彼女は言う。この世界の外、彼女たちの生きる世界の外にいる誰かを。ちょっと進めるか。なんかなんで探してるのか、誰を探してるのかもよくわかんないよね。いつかが話したことは全て彼女の想像だった。誰かとつながるために感染者は変容している。そうだろうか。出会った感染者の中にはとてもそうとは思えないものに変容していたものだってたくさんいたように思う。寂しさが募り募って人の体があんな風に変わってしまうとは思えないけれど、たった一つだけ確かなこともある。彼女が語ったその最後の一言だけは確かだった。ああ、夏のちゃんとかが仮想世界の人間ってこと？このコンピュータの中で仮想世界が動いている。60年も前。まだ祖母が生きていた頃から。
そしてこのコンピューターがどことも通信していないということは、それなのに彼女たちの世界とつながっているということは、夏の夜いつかの生きる世界はこのコンピューターの中にある。あなたたちはどうしてそれを天国なんて呼ぶようになったんだろう。てて、あの人からもあなたの祖母からも何度かその言葉を聞いたことがある。だから天国というのがどういうものなのか何となく知ってる。いくつもの仮想世界でできた天国、あなたたちは死者を蘇らせるために天国を作ったんじゃないし、死者とお話しするために天国を作ったわけでもない。自分たちが死んだ後行くところを作りたかったっていうのも違う。その天国には死んだ人やまだ生きてる人と同じ人が住んでるかもしれないけど、でもあくまで別の世界であなたたち自身がいるわけじゃない。あなたの祖母の言葉を借りると、天国は研究のために作られた巨大なコンピューター群、私たちの世界でいうとスーパーコンピューターみたいなものだと思う。そこで無数の仮想世界が動いていて、いろんな研究のための計算や仮想世界そのものを調べるための研究が行われている。天国はあくまで研究施設で、あなたたちは寂しくて天国を作ったんじゃない。生きてる人も死んでる人だってそこで暮らしていくだろうって想像からは、後になって天国なんて呼ぶようになった。私たちはあなたたちがそうやって仮想の世界を作り出す方法を見つけている間に、遠く離れている人がすぐ隣にいるみたいに思える方法をいくつも作り出した。寂しくて仕方ないから、いつでもつながっていたい、話をしていたい。もちろん私もこんなことになる前は毎晩友達と話してた。ゲームしながら通話をつなげて夜中まで喋ってた。ゲームがしたかったんじゃないよ。ゲームは話をする口実で、ただ一緒にいたかっただけ。てて、おかしいよね。異常だ。てて、あなたはきっとそう思うんだろうな。今思い返すと、どうしてそんなにしてまで喋ってたかったんだろうって思う。でもやっぱりわかるんだ。誰かと話をしていたい。世の中がこんなことになっても今でもそう思う。はい、エピソード9-1、寂しさと天国。自分たちの寂しさを奇妙に思うこともある。でも寂しさは確かにあって消えてしまうことができない。いつかはそんな話をする。祖母の残したこのコンピューターの中では仮想世界が動いている。そこには一つの宇宙があって、そこで人々が生きている。彼女たちはきっとこのコンピューターの中で生きている。へー。はい、次は旅を続けるで探索だね。まあでも仮想世界と主人公がつながったっていうのが珍しいことなんだね。まあでもこの物語どうやって終わるんだろうね。だから夏のちゃんたちを救い出そうみたいな感じになるのかな。どうなるんだろうね。はい、じゃあ続きは次の動画で。じゃあねー。